やー、改めてどうでしたか、こうやって、サプライズで本当に来ていただきました。で、はい、これだけの、ね、お客さんの方が、まずやっぱ喜んでくれるっていうのは僕はまず一番でかいなと思いましたけど、いかがですか。そうだね、クマも皆さん近くに行ってはい、どうですか、クマもどうですか、クマも。あ、とりあえず佐野丸が大好きね、クマもね、ですけれども皆さんの温かいね、クマも応援のおかげで僕も元気をもらってますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実はですね、うわ、こんなちっちゃい募金箱だったんだ。実は向こうにあった募金箱、今こっちに持ってきてもらいました。で、今実はね、50分ぐらいまで実は時間があるので、ちょっとクマもってまだ残れますか。クマも、うん、まだ大丈夫ですか。大丈夫です。飛行機は、あ、飛行機の方は大丈夫です。それはね、くまモンぐらいの力になってくると、アナとジャルは止められます。もしよろしかったら、くまモンがご自身でやっぱこうやって持って募金を募るっていうのは僕はすごく力になると思ってるんで、もし短い時間ですけどよろしいですか。ありがとうございます。今くまモンがこちらの箱、ちっちゃい箱なんですけど持ってちょっと伺っていきますので、もし本当に僕の言った、あ、ダメなの、あ、そうなんだ、あー、もったいないなー、ねー、ごめんなさい、申し訳なかった、ね、あ、クマも持っちゃダメだろ、クマも持っちゃダメだね、持ってやってる方は大丈夫。じゃあ、もしよろしかったら、はい、これやってあげてください。やっぱりこういう時にやってあげた方が絶対一番力があると思いますんで、ぜひやってあげてください。短い時間ですけど、今ちょっと回りながら行きますので、ぜひ力に皆さんなってあげてほしいと思います。まだまだ本当に僕たちが知らない状況がたくさんあると思います。ですので、募金を今やりながら、ちょっと募っていただきながら、いろいろお話を聞いてください。それで知っていただく、これがまず第一歩だと思いますので、ぜひ皆さんお力添えをよろしくお願いします。改めて皆さん、全キャラクター含めですね、大きな大きな拍手を送ってあげてください。すみません、じゃあちょっと短い時間なんですが、ちょっとだけ皆さんのところに回っていただいて、募金募っていただいても大丈夫ですか。はい、あ、スタッフさんが、すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと回っていただいて、はい、よろしくお願いします。くまモンさん、ちょっと近くに行っていただいてもよろしいですか。ちょっと多分募金をしていただいている皆さんに少しお礼をポポってやるだけでも、多分皆さん喜んでいただけると思いますので、すいません、よろしくお願いします。じゃあ、クマも皆さんのね、お近くの方に、お顔お近くまで行って、今日はありがとうございますということで、うん、お礼をお伝えしましょうかね。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。踊ってくれたお友達も本当にありがとうございました。じゃあ一度ですね、クマモン以外のキャラクター皆さん一度ですね、横にはけていただきまして、ぜひですね、皆さんまた準備の方に、そして お客様来ていてる皆さんをですね、楽しませていただけたらと思います。はい、はい、ありがとう。じゃあ、くまモン、くまモン盛りますよ。